はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです、バイオハザードビレッジに、まあ、モッドを入れてみようと、モッド入れていきましょうよっていう動画です。モッドって何っていうと、まあ、モジュールの略なんだろうけど、ゲームをね改造する、まあ、非公式のパッチですね、で、まあプレイステーション版はちょっとわかんないけど、パソコン版はモッドを入れて改造すると結構楽しいんでね、やっていこうっていう動画です。で、今回入れるモッドは、バイオハザードビレッジ Z バージョンのスナイパーライフルを L96A1 に変えるモッドを入れましょうと。いろんなやり方があると思うんだけど、僕はだいたいね、このネクサスモッズっていうところから、まあ、モッドをダウンロードしてね、でそこからランチャーもダウンロードできるんで、そこでやっていこうと思います、まずサイトにアクセスします。でこれ今ログインした状態なんですけど、まあ、今サインアウトしますけど、この画面になってるのかな、アカウントがないと。でじゃあこの右上のここから、アカウントを作っていくんだけどね、まあメールアドレスとかパスワードとか登録すればいいだけの作業なんで、まあ、僕はもともとアカウントを持ってるんで、この状態から始めますけど、例えば今僕ここマイゲームスのとこに、バイオハザードビレッジが1個入ってますけど、バイオハザードビレッジを1個追加しとくと、いいと思います。自分がやりたい、まあ、探したいモッドを探すときに ね、そのモッドを管理するランチャー的なソフトで、フィーマネージャーかな、今ここにこう書いてありますけど、正確にはこいつです。何種類かあるんでね、ここに出てますけど、ここフルフィーマネージャー、モッドマネージャー&FOV なんちゃらって書いてありますけど、こいつをね、まあ使っていかなきゃいけないんですよ。とりあえず今このフルフィーマネージャーのページに今飛んできたんですが、ここのねファイルズってとこ、ここを押すとマニュアルダウンロードってのがあるんでね、もうダウンロードしちゃいましょう、必要だと。まあフリーでダウンロードするんであればスローダウンロードで、まあとりあえずスローダウンロードに、押しました。3秒待たされて、もうすぐねダウンロードができたみたいなんで、フォルダを開いてみます。ダウンロードされたフォルダを今開いたんですけど、それがこれです。フルフィーマネージャー5000なんちゃらかんちゃらって書いてあります。でこれまあ ZIP 形式のファイルなんで、まあとりあえず回答してですね、はい、回答しました。これです。でね、こいつをまあ下準備しなきゃいけないんですよね。下準備です。じゃあとりあえずこいつをクリックをしましょう。ああこれね、まあ実行しますじゃんと。でいきなりこんな画面が出てくるんで、でまあゲーム選べと書いてあるんで、僕はレジデントイービルビレッジをやります。これです。この下のデモっていうのは体験版なんでね、こいつです。こいつをパシッと押してやります。でここにデファインゲームパスってあるんですけど、このパソコンのゲームが置いてある場所を教えろと、まあそういう意味で設定しろってことなんで、どこにあるか分かんねえよって人もいるかもしれないんで、今これがローカルディスク、要はこのパソコンのハードディスクドライブ、まあ SSD だけど、まあ C ドライブだね、にずっと行くと、Steam っていうフォルダがあります、ね、この Steam っていうフォルダの中のSteam Apps か、これね環境によってちょっとね置いてある場所違うと思うんで注意が必要なんですけど、まあ Steam Apps の中のコモンの中のバイオハザードビレッジ Z バージョンで、ここにね、レジデントイービルバイオハザードのデモっていう体験版もあるんでね、体験版じゃなくてまあ本体の方で、これです。 RE8.exe っていうファイルがありますけど、こいつをポンと今押したらもうすぐ、まあ、モッドリスト、まあ今モッドないんでね、でダウンロードと、こっからもねダウンロードができるんですよ。
ダイレクトモッドダウンロードって書いてありますけど、ただここに出てくるモッドの種類がちょっと少ないんで、とりあえずこれはこの状態にして、まあ、モッドリストは今何にもないよと。ノーモッズファンって書いてある。で、次。じゃあ、欲しいモッドを今度は入れていこうと。ね。うん。そしたらマイゲーム。レジデントイビルですんで。モッドを探す方法もたくさんあるんだけど、ニュートゥデイ、今日新しくアップされたとか、ポピュラー30デイズとか、オールタイムとか、で、ずらずらっとありますよ。いろんな面白そうなのがあるんだけど、例えば僕これ、ドミトレスクの服を変えるモッド、表情も変わるのかな、肌で。これ入れてみたいなと思ってるし、あと、デュークね。デュークの衣装が変わるのか。あとはドミトレスクの顔が変わったりとかいろいろあるんで、うん、なんかちょっと本当ポーンと映せないようなものまでたくさんあるんでね、うん、このモッドを眺めてるだけでもまあ楽しいよと、まあ、思います。でその中で いたいた、こいつです。 L96A1 オーバー F2 スナイパーライフルね、うん、こういうモッドがあるんで、今回はこのモッドをね、じゃあやっていこうというところなんです。で、これのファイルズってとこに、うん、タブがあってね、で、マニュアルダウンロード。これはさっきランチャーをダウンロードしたのと一緒だね。うん。で、ダウンロードします。で、スローダウンロード。ね。スローダウンロードしていこう。うん。これ、広告ですからね。うん。で、ダウンロードが始まってます。うん。結構時間かかるね、2分とか。まあしばらく待って、はい、ダウンロードできました。うん、うん、ね、こいつをじゃあまたね使っていくんですが、フルフィマネージャーね、ここのゲームズってとこにレジデントイービル8が追加されてるんでね、でその中のモッズっていうフォルダに今ダウンロードしたこいつをねキュッと入れてやります。いいです、今入れましたよね。これ、ノーモッドファウンドって書いてあるんで、リフレッシュモッドリストってのをピンと押すと、ほら、もう出てきてます。これ。ほら。ね。もう読み込まれてます。で、ここがスイッチになってるんで、うん。これでオンかな？うん。これでオンか。うん。ね、この状態にして、でバイオハザード立ち上げると、うん、まあここのランチゲームでもいいんだけど、スチームのストア立ち上がっちゃうんでね、まあとりあえずもうこの状態でじゃあバイオハザードちょっと立ち上げてみましょう。さあどうですか、今スナイパーライフル持ってるんですけど、なんかもうエルクロになってません？明るいとこ行こうか。ほら。わかります？いいです。スナイパーライフル。こいつは、この画面では元のまんまなんだけど、調べるで見ると、ほら。こうなってますと。ね。面白いですよね、モッドって。こういう見た目に変わりました。エルクロだ。うん。こんな感じです。なんでね、まあ、もう、これでおしまいですが、今日の動画は。うん、どうだったですかね、簡単だったと思うんだけどな。うん。こいつ、フルフィーマネージャーを入れると。まあ、必要なのは、ネクサスモッズのアカウントが必要だっていうのと、あと全部英語なんでね、ただやり方は調べれば結構出てくるんで、本当、なんて言うんです。やってみたい方はチャレンジしてみてもいいと思います。結構案外簡単ですよ。うん。これです。すぐね。うん。になります。いいね、やっぱりね。うん。こうです。はい。ということでね、ちょっとダラダラっとやりましたが、今日はバイオハザードレジデントイビル、ん？バイオハザードビレッジか。ね。に、モッドを入れてみて、うん、こうやるとモッド入ってゲームにはこんな風に反映されますよなんてことをやってみました。はい。
ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし。あんまり連射が効かないね。まあこんな感じになってます。もう一回打ってみようか。うつべしです。バイバイ、またね。